はい、タバコ好きな俺の、喫煙動画。今回 JPS でございます。値段が460円。これ本当か？これ本当だ？本当か？タールが11ミリのニコチンが1、アマゾン、と。値段が、460円です。まあ、こちら、ラッキーストライクに非常に似てる。風味が。まあ、もしくは、丸ボロにも似ている。ただ、ラッキーストライクは、値段が500円。で、さらに、なんだ。丸ボロも、値段が上がったんだよな、これな。値段が510円。となっております。まあ、丸ボロはあれですね。世界シェアナンバーワン。まあ、売れてるから値段上げても OK だろう、みたいな感じなんですかね。そんな感じなのか。ちょっとわかんないですけど。吸っていきましょう。ラッキーストライクと、タール値一緒ですね。どっちも11。丸ボロは12。うん。うん。マイルド。ラッキーストライクよかパンチがないんだけど、マイルドな風味が非常に、心地よい。このマイルド感。このマイルド感。しかもなかなかこいつ売ってねえんだ、これが。JPS も。うん。ああ。とんでもないこの優しさ。ラッキーストライク吸った後にこっちを吸うと。ああ、この優しさ。うまいな、やっぱこの優しさよ。なんだっけ、バファリンだっけ。11ミリと思えないほどのなんか、マイルドさあるな。とんでもない、吸いやすい。ああ、やっぱ JPS うめえわ。JPS うまいわ、これ。これもあれだな。これも確か、チャコールフィルターですね。うん。今度あれだな。両切りにして、フィルターちぎって、吸ってみよう。ああ。この葉木の。これ何のあれなんだね。このさ、JPS とかラッキーストライクとあと丸ボロ。この三つに大体共通するこの香り。まあ、いわゆるなんかアメリカンブレンドみたいな、そういうのなんかな。
アメリカのブリティッシュアメリカンタバコが、生産販売。JPS というのがジョンプレイヤースペシャルの略。香料を、極力使用せず、タバコの持つ、香りと甘み、そして旨味を引き出しました。芳醇でマイルドな橘味は、パッケージの雰囲気を手伝って、優雅なものと。ああ。1ミリも辛くないね。これは。これもう、1ミリも辛さを感じない。ラッキーストライクはね、強くね、吸うとね、強く吸わないでもむしろ辛みを感じるんですけど。こっちは強く吸ってもね、辛みをね、ほぼほぼ感じない。ああ。ああ、うまいな。うまいな。やっぱりな、ラッキーストライクよか、個人的に。なんか、うまみが強い気がする。ラッキーストライクはやっぱ辛みがあるから、その分その、うまみみたいなの邪魔するんですよね。邪魔してるから。ああ。うまいな、これ。この鼻に抜けた時の、ああって感じ。確かラッキーストライクはね、なんか熟成させてるらしいんですよね。確かね。ラッキーストライクは、ね、アメリカンブレンドタイプ。良質の黄金色を黄色種を主体に。バーレーとトルコ種をブレンド。製品名はアメリカの俗語で大当たり。大当たり。大当たり。確かどっかでラッキーストライクを熟成させた葉っぱを使用してるって。書かれてた気がするんですけど。これラッキーストライクはうまいな。ラッキーストライクよくうまいと思う。値段も40円安いし。ああ。ショートピースに比べると、まあ、値段が10円高いと。10円高い。いや、ショートピース500、あ、500円か。ショートピースあれだな。10本で200、250円だったな。ショートピースは、ああ、250円だから。500円だ。実質500円だね。コスパもいいです。これは5つ星。これうまいぞ。
ということで、ご視聴ありがとうございました。